はい、今回紹介するのはこちらのね、ブラックモールスキンジャケットですね。はい、これですね、ヌサンパリエイユというところと、兄貴こと、加藤英二さんとのね、コラボレーションで生まれた、コラボブラックモールスキンジャケットっていうんですかね。その別注でございます。グローバーズさんっていうね、元住吉だっけな、そこにあるショップで販売されたものですね。はい、まあ、ネットだとね、在庫がこれもう、枯渇しちゃっててないんですけども、これじゃない普通のブラックモールスキンのね、ジャケットは在庫があるみたいなんでね。これ私サイズが、42です。はい、私身長が180センチで体重が80キロ。で、ワイシャツなんかがね、普段は80、それ、だから82のものを着てます。で、首は、43。割と XL なんかを着てますけど、これは L なんですけども、普通のルサンパリエのブラックモールスキンとアニベッチュのこれはちょっとサイズ感が違いましてですね、ちょっと見てみましょうか。42が普通の XL ぐらいだったと記憶しております。はい。普通の、通常の別注じゃない、すいません、間違えました。あ、そうですね。着丈が短いんですね、これはね。42で、これ肩幅50です。はい、肩幅50です。で、別注のはね。で、通常版の方は、肩幅42で、48です。で、私これね、48でもいいですが、50のは着てて楽ですかね。はい。で、袖丈が、62.5 です。はい。で、これはね。で、普通の42の方は62でございます。はい。なので、通常版の42と40のちょっと間ぐらいの42乗りっていうんですかね。43ぐらい微妙ですかね。で、ただ着丈は、通常の着丈が、アニベッチュじゃない方のブラックモールスキンが78センチなのに対して、こっちは74です。なので、割と短め。はい。こんな感じですね。はい。なんかこう、ちょっと汚れちゃって、すみません、ちょっと。ひらっちゃけて、すみません、ついちゃいました。はい。よいしょ。あ、袖丈こんなんですね。少し長いぐらいですけど、全然許容範囲ですね。はい。で、これがね、通常版と違うところは、ここの部位が深いんですよ。あと、ここのポケットが、わかりますか？この部位になってる。ちょっとちっちゃくて部位なんですよ。で、あと、ここも部位。このポケットも部位。なんで、ね、30年代から40年代のものを、入れてる、復刻してるやつですね。で、通常版の方は、40年代から50年代のものをこう落とし込んでるやつですね。だから通常のものでアニベッチョの方がちょっと古いものを、モディファイしてる感じですかね。はい。私が、ヴィンテージとか好きだったのは高校生、まあ、今から30年ぐらい前なんですけども、その頃には、ブラックモールスキンジャケットとか、モールスキンジャケット、まあ、ブルーのもそうですけど、あんまり流行ってなかったと思うんですよ。フランスのものって、まあ、M52 とかのチノワもそうですけど、全く見たことが、私はちょっと興味がなかったのかわかんないですけど、あんまりその、メインストリームにいなかったんですよね。で、こういう、なんていうの、ワークジャケットっていうと、カバオール、ペイレイとか、そっちの方が、有名でしたね。うん。だから、ブラックモールスキンって、は？みたいな。今こんなの流行ってんだってふと思いましたね。いつ頃から流行り始めたんでしょうかね。ちょっと私、こういう、まあ、復刻とかヴィンテージとか、デニムの方は割と詳しいんですけど、これフランスとはヨーロッパのヴィンテージものにまるで疎くてですね、ちょっと詳しい方がいたら、コメント欄の方にぜひね、いつ頃から流行り出したみたいなのを教えていただければと思うんですけど、はい。ただ今これ、アニベッチュの方のね、これはちょっと今ないので、概要欄の方に貼れないんですけども、一応ヤフオクとかね、あったら、貼っときますし、あと、通常版の方はね、グローワーズさんで、今だったら、40と42はあるので、撮影してるのが、まあ、1月の終わりぐらいなんですけど、まあ、ご興味のある方はね、ぜひ、ご覧になってみてください。はい。今冬でね、なかなか、まあ、この上にアウター、そうですね、バブアとか、ちょっとロングコートだけのダウンなんか着ると、本当にね、いいですね。で、ブラックモールスキンの、まあ、すごくおしゃれで、もう着心地よくて、こう触ってて気持ちよくて、しなやかでいいんですけど、難点としては、すごいホコリがつく。ホコリがつきますよね。うん。それをこう、なんとかしてほしいなと思いますけども。うん。はい。一応ね、
ご紹介でございます。すごくこれね、私気に入ってますね。あ、こういうのもあるんだなぁなんて思いますね。ちょっとね、M52 なんかも太めのね、息はデニムですけど、太めのこっちのパンなんかに合わせるとね、すごくおしゃれなんじゃないかなと思います。はい。もしね、モチベーションアップのためによかったら、チャンネル登録の方、なんとぞよろしくお願いいたします。はい。あと、各種 SNS やっております。Twitter、Facebook、Instagram、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、ぜひフォローしてください。はい、今回はですね、ルサンパリエイと、兄貴さんのね、別注のコラボの、コットンモールスキン、ブラックモールスキンジャケットの紹介動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。